付けになってます。で今日もですね、撮影でも結構釣果上がってるんですけど、やっぱ今日あのイカがですね、やっぱスルメイカが結構主体になってまして、スルメイカだとかなり獰猛なので、この表がですねこんな感じに側がボロボロにされちゃってます。はい、でイカの透けのね特徴でもあるんですけど、この側がですねこのワーム素材になってまして、まあ、これをですね交換していただけます。別売りでスペアワームを販売させていただいてますので、こちらですねお客さんの方で方に交換していただけるという、そういうワームになってますので、ちょっと今からね交換の方もしていきたいなと思います。もうここですね目の裏で止まってますので、まず1回これを外していただきます。こんな感じで、あと、まあ、カンナちょっと気をつけていただいて、このままずっと抜いていただくと、こんな感じですね。はい、これで今外れました。でスペアワームの方にこういったワイヤーが入ってますので、こちらをね使ってこちらのスペアワーム交換していきたいと思います。でまずこちらのスイベルにこのワイヤーのですねここの引っ掛け、ここにかけていただきます。こんな感じですね。はい、でこのワイヤーの先端をこのスペアワームのこの足側からですね入れていただきます。ずーっと入れていただくと、この先端ここ穴が開いてますんで、このままワイヤーを抜いてください。でこの時に向きですね、向きをこの号数20号と入ってますんで、この号数の方に、まあ、このリアルカラーだとこの色をですね合わせていただいて装着していただくんですけど、まずね先に抜いてもらやってもらいたいのが、頭からずーっと引っ張っていただいて、スイベルをまずは抜いてください。こんな感じですね。もう抜けたらもうこれ外していただいていいです。であとはこのちょっとカンナに気をつけていただきながら、ぐーっとはめていっていただくと、こんな感じですね。でここまで来たら目のところですね、この部分ちょうど穴が開いてますんで、ここに目に合わせてはめ込んでいただくと、でしっかりちょっとはめ込んでください。こんな感じです。はい、はい、装着完了しました。はい、で一応ねこんな感じで交換の方が完了しました。これがねさっきもうかじられたスペアワームになってます。なんでまあこうやってスルメイカなり魚とかですねにかじられてボロボロになった場合、今みたいな感じで交換してですね釣果の方楽しんでいただけたらと思います。